ルイーズと夫のフィリップ公子、結婚した1875年に撮影した写真ルイーズ・ド・ベルジックは、ベルギーの王族。ベルギー王レオポルド2世とその王妃、マリー・アンリエットの間の長女。オーストリア皇太子妃、ステファニーの姉。同族のまたいとこにあたるザクセン・コーブルク号多公子、およびコハーリ・コーフィリップに嫁いだ。ドイツ語名は、ルイーゼフォン・ベルギエン。 ルイーズは1875年、同族のまたいとこにあたるザクセンコーブルクコハーリ家のフィリップ公主と結婚した。フィリップはオーストリア・ハンガリーの大領主の子子であり、父レオポルド2世は娘の結婚でプロイゼンとの同盟関係にひびが入ると考えて難色を示したが、母、マリー・アンリエットはフィリップが自分の出身国ハンガリーの貴族であるため賛成した。 ルイーズとフィリップの相性は悪く、ルイ1880年、ルイーズは妹のステファニーとオーストリア皇太子、ルドルフの結婚をお膳立てしている。1895年、ルイーズはオーストリア陸軍中尉で、クロアチア駐在の連帯に所属するゲーザフォン・マッタ・チチュとウィーンのプラーター公園で知り合い、この若い青年士官と恋仲になった。マッタ・チチュは、 オスカー・フォン・ケグレビチインという、クロアチア人伯爵の次息子だった。1897年、ルイーズは娘のドロテアを連れて、マッタ・チチュと共に駆け落ちし、この出本事件は、ウィーン中を震撼させる大スキャンダルとなった。ルイーズとマッタ・チチュは最初は、パリ、続いてカンヌを訪れ、南フランスや、その他の地域を転々とした。息子レオポルトは、 父の感動を恐れて、母には同行せず、娘ドロテアム・イーナ付けのシュレースビヒホルシュタインコ、エルンスト・ギュンターの説得を受けて、母親の元を離れた。1898年、夫のフィリップは、待った父と決闘し、負傷した。父親、夫、子供たちと絶縁状態になったルイーズは、贅沢な暮らしを続けて、膨大な借金を作った。 当時のヨーロッパで最も裕福な君主を父に持ちながら、ルイーズは破産し、1898年5月から6年間の間近地産者用の施設に収容されていた。この破産のきっかけとなったのは、まった父が250万ドル相当の宝石類購入のための約束手形に、ルイーズの妹のステファニー元皇太子費がサインをしたように見せかけて、 署名をつけたことが明るみに出たためだった。松田父は文書偽造の罪に問われ4年間服役した。出所後、松田父はルイーズを施設から救い出し、二人はパリで一緒に暮らした。ルイーズとフィリップの離婚は1906年1月15日に成立している。1923年に松田父が死ぬと、ルイーズは 重廷のベルギーをアルベール一世の日エリザベートから家を与えられ、翌年に死んだ。夫フィリップとの間に一難一女を設けた。ありがとうございます。